教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。体は多くの器官からできています。手、足、肝臓、腎臓、指、一つ一つ挙げればキリがないほど無数の器官から体は出来上がっております。先日私は誤って私の牧室の鏡を倒して割ってしまいました。鏡は粉々に砕けてしまいました。破片が散らばっておりますので、私は念入りにまず大きいものを取り、それから小さいものも一つ残さないように掃除機をかけました。これで安心と思ったその時に、私の足に激痛が走りました。その時に瞬時に私の腰はすぐにしゃがみました。私のこの目は突き刺さった場所を探してその場所に視線を向けました。そして私の手はすぐに私の足の裏に伸びてきました。そして目が見つけた鏡の破片に私の指はつまんでそれを取り出したのであります。傷んだのは私の足の裏でありますけれども、私のすべての器官がまるで自分の痛みであるかのごとくに体全体の痛みとして受け止めて対応したのであります。聖書は教会はキリストの体であるとそう言いました。教会に沿う一人一人は互いに結びついております。それが教会であります。一人の人が試みを受け痛みに遭うとき、それは教会全体の痛みであります。そしてまた逆に、一人の喜びは教会全体の喜びであります。キリストの体であるというのは、牧師も信徒もどこまでも皆がキリストの御心を求め、キリストの御声を聞いていこうとする、キリストに従っていこうとする、それが教会でありキリストの体であります。残念ながらしばしばこのところから外れて教会が痛みを負う、傷つくことがあります。私たちは教会はキリストの体であるということを覚え、教会を愛し、そしてコロナ禍のゆえに教会の集まりがなかなかできなくなった群れもたくさんあるかと思いますが、教会員ともに集うものであらせていただきたいと思います。